前科三犯893番ちょいき太郎です。本日のお話はフライデー襲撃事件です。なんか嬉しそうに言ってますけど、1986年昭和61年12月9日、ビートたけしさんとたけし軍団ら総勢12名が傘や消火器などで講談社の写真週刊誌フライデーの編集部を襲撃した事件です。ビートたけしさんとたけし軍団らっていうふうに言うと、なるほどなーみたいな、なんかそうかと思うけど、あれですよね。まあアウトレイジの名前で言ったら、例えば北野たけしと北野組クビ総勢12名って言うと全然意味合いが変わってきちゃいますよね。で、編集部員5名が負傷。1987年6月10日、東京地方裁判所でビートたけしさんね、傷害罪で懲役6ヶ月、執行猶予2年の判決が確定しました。たけし軍団は起訴猶予処分となったということですね。起訴猶予判決が確定するまでの8ヶ月、ビートたけしさんは謹慎生活を送っていたということです。起訴猶予っていうのは起訴できるけども今回は許してあげますよっていうことなんで、前科前歴がつくわけではないけども犯罪をやったことは間違いないということであります。まあこれが何度も続くとそういうわけにはいかない。まあ言い方が悪いと、いつでも起訴できるからおとなしくしておきなさいねっていうようなことなんですね。ことの発端はビートたけしさん当時39歳が当時付き合っていた女性21歳に対し、フライデーの記者が女性にテープレコーダーを顔に突きつけられ、手を掴んで引っ張り全治2週間の怪我を負わせた。激怒したビートたけしさんは講談社に電話をかけて強行取材に抗議したが、電話で解決に至らず、たけし軍団を引き連れて講談社に乗り込んだということなんですね。たけしさんは最初軍団に手を出すなよと言っていたんですね。担当者を出せと迫るたけしさん、編集次長の空手が得意だという挑発じみた言葉をきっかけに揉み合いに発展。たけしさんとたけし軍団は現行犯逮捕されたんですね。まあそれ以前からもマスメディアによる必要な取材にうんざりしていたたけしさんですね。子供の幼稚園の面接の時にも付きまとわれたり、子供をカメラで狙われたりしていたそうなんですね。事件後の記者会見でのビートたけしさんはかなり尖っていて、まあ今の北野武監督とは雰囲気がまあ違うですね。全然まあまあまあ今は穏やかな感じではありますけどね。裁判中であった記者会見のため詳細は避けるように答えなければならないたけしさんですが、面白かったのはたけしさん本人より弁護人の方が失礼な質問を投げかける記者に対して感情的になっていたというところですね。守らなければならないものを守ろうとしただけというたけしの主張は正しいと思う。でもね、今だとこの、だから結婚してたけど当時付き合ってて、ここら辺がもう今だったらもう完全アウト。20、30人、今だったらもうアウトですね。この暴力沙汰でもダメだけど、不倫うんぬんかんぬんっていうのはもうね、もっとなんですよね。なんか変な話。まあ暴力はいけなかったと反省し、負傷させた記者にかける言葉はにもごめんなさいというふうに言った。ということなんですけど、本当はごめんなさいも言いたくないですわね、きっとね。このたけしさんの行動は世間への影響が大きい。親御さんは子供に今回の事件をどのように伝えればいいのかという質問に対し、子供を守るのは親、大切なものを守ることは正しい、ただ暴力は正しくない、だからたけしの行動は悪いと言えばいいと答えた。それでわからないなら子供がバカなんだと締めくくったというところはこのたけしさんらしいです。こんな質問が出るのも、当時のひょうきん族でたけちゃんマンって言えば本当に子供たちに影響が大きくて、その言ったことが次の日、テレビで言ってることが次の日も日本中の子供が口に出すような、それぐらいの影響力があった人なんですね。それでもうこの女性を負傷させた記者には10万円の罰金刑が課されたんで、罰金刑なんで前科はついておりますんで、まあこれも喧嘩両成敗ってわけじゃないけど、やっぱり悪いは悪いんです。この人も記者側は控訴したが棄却されたってことはもう確定してるわけですからね。たけしさんの裁判官は、被告がフライデーの取材方法、編集方法に憤慨し、苦情を言わざるを得なくなった心情には組むべき点が十分あるというふうに表現してるんです。まあ、連行される際、たけしさんは、たけし軍団に、
悪かったなと謝り、お前らの面倒は一生見るから、俺どかたしてでもお前らを絶対に食わせるからなと語ったと言います。まあ、後日談としてたけしさん本人は回想では示談が成立していないにもかかわらず、当時の後藤田官房長官が裁判を強行に主張した、裁判では暴力行為についており、必要な取材方法が焦点になったと言います。フライデーのライバル誌でもあるフォーカスが国会議員を主要なターゲットにしているため利用されたのではないかというふうに分析もしているんですね。で、この滝さんの母親は、あんなどうしようもないのは死刑にでもしてくださいとマスコミに答え、この報道陣を黙らせたという。それはそうは言ってもとかといろいろね、かばうような、どうしようもあんなどうしようもないのは死刑にしてでもください、してくださいと言えばね、もう言いようがないんで、さすがだな、立派だなと思って。私もたけし君はいとか、このお母様のことは著書で読んでおりますんで、なんとなくは知っておるんですけども。で、まあちょっと戻って、あれなんですが、たけしさんがね、悪かったなと、お前らの面倒は一生見るからなということを言ったということなんで、今の最近のことを、ね、もう随分昔のことだけど、どうなのかな、内情はどうかよく分かりませんが、どうなのかなというふうに思うのは私だけなんでしょうか。私も竹ちゃんマン世代でございますからね、いろいろ思うところはございますけど、やっぱりああっていうふうに思うですね。この終わり方にしておきますね。いろいろなんだなっていう、竹さんファンの私もね、人通りのね、北野武監督の映画を見ておりますんでね、なんだなというふうに終わらせていただきます。ありがとうございます。